反町明、55歳、イラストレーターやってます。そうですね、やっぱりファッション関係の、ファッションイラストっていうのも半分ぐらいは、仕事の半分ぐらいは占めてるかもしれないですね。いらっしゃいませ。こんにちは。どうも、お久しぶりです。久しぶりです。今日はカバンを探しに来ました。今日はね、ちょっとバッグをずっとね、これ使ってるんですけども、ちょっと新しい。あ、いいですね、カバン。だいぶ使い込まれてます。20年ぐらい。あ、もうそんなにですか。すごいっすね。そしたら一旦ちょっとお荷物お預かりさせていただいて、すいません、それいります。ちょっとこちらに置かせていただきます。で、ちょっと今、全く同じモデルの展開がないので、いくつかちょっと匂いのモデルをお持ちしますので、少々お待ちください。今ちょっとご用意があるのが、近しいモデルですと、この二方になりまして、デザイン的に佐山さんお持ちのものに近いのはこちらのタイプなんですけど、これの方が形がよりスクエアに近い形で、容量が多いモデルになっております。で、逆にこっちはデザインはちょっとアップデートされているんですけども、サイズ感的には非常に近いモデルになっておりますね。こっちはね、これ一応、あ、そうなんですよ、さすが。ハンドルが違うっていう感じで、ここに金具が付きなんですね。あ、そうなんですよ、真鍮ブラスのパーツで、これもイギリスのメーカーさんで、ロイヤルワーナント撮ってるメーカーさんで、こういうの鋳造からやってるところがあるんですけど、そちらのを使わせていただいてますね。まあでもこっちもこの容量がいいですね、これだけ大きいと。そうですよね、なのでもう本当にお持ちのものにさらにお荷物入れていただけるかなとは、何でも入れてこれ使ってるんで、こういう大きさがあるとちょっと嬉しいですね。それまさに新しく新調される上で、何か使用シーンですとか大きさで求めてるものとかなっていうのはございますかね。そうですね、今まではもう、結構割とどんなシーンでも、ビジネスでも、あと買い物とかでも、だいたいこれで済ませてたんですけど、こういうちょっと、ちょっとコンパクトな感じっていうか、ビジネスシーンで、すごくこういいかなっていう感じはしますね。自立したり、あとハンドルがこう折れてこう収まってくれたりすると、ビジネスシーンでちょっとこう、そうですね、使いやすい、ありますね。ただこの大容量のこれも非常に、僕は結構何でもこれに突っ込んで持ち歩くのが大好きなんで、これぐらい容量だともうさらに嬉しいですね。いいですよね、本当にアウターとかちょっと簡単に挟んで入れちゃったりとか、そうですね、あとこのレザー、やっぱブライドルレザーで使い込んでいくのが楽しいなっていうのはね、あるんで。さすが鶴山さんも使われてるから、ブライドルレザーのところは、よくご存知かと思うんですけど、そうですね、ちょっと拝見させていただいてもよろしいですか。もうそれももうほとんど20年くらい使ってそんな感じになってきてる。そうなんですね。やっぱ表情がね、変わっていくのは楽しいですよね。いいですよね、やっぱりブライドレザーのいいところが本当に経年変化っていうところがすごくいいところかなと、でグレンロイヤルやっぱり購入される方もやっぱりこういう経年変化を求めて買われる方っていうのは非常に多いので、それにしてもこれすごい綺麗ですね。でもね、20年使ってて縫製もね、全然へたれなくてね、本当にちょっとさすがの作りがいいなっていう。すごい、これ20年選手なんですね、素晴らしいですね。光沢もすごい綺麗に出てますねそう、たまにねちょっと磨いてるぐらいのもので、そうなんですか。ほとんどそんなに、修理とかっていうものはしてないんですけど。あ、そうなんですね、素晴らしいですね。ちょっとお店にも、エイジングサンプルもすごいありますので、ちょっといくつかお持ちさせていただきます。少々お待ちください。これが、大きいサイズの方でビッグトートっていう、名前のモデルなんですけれども、ちょっと光沢が足してきて、で、形はこう使い込むと、ブライドレザーって柔らかくなってきますので、こんなような雰囲気に変化していくと思いますね。それはその方は使い込んでる年数がやっぱり長いので、その辺で同じ黒でも、
これが多分本当に間の過程みたいな形で、そうですね、よりこういった形に、はい、なっていくのではないかなと、はい、はい、思いますね、うんうん、なんかあれですよ、オールドジーンズみたいな変化だとね、そうですね、ありますよ、面白いですよね、うん、確かにデニムですとか、デニムみたいな、あとオイルドクロスとか、あ、そういうのに近い、そうですね、はい、エイジングのやっぱ楽しみがありますよね、はい、でまたちょっと違う、エイジングサンプルもございますので、逆にこれはですね、うん、先ほどの少し2つの中ではコンパクトな方で、はい、比較的使い込んでる、サンプルになるんですけれども、表面のボディのところのお色がちょっと変わってきたりとか、はい、あとはこのハンドルのところなんかはかなりこう色がこう濃く、うん、はい、なってきてますね、うん、いいですね、ツヤ感ツヤ感出ますよね、うんうん、飴色っていうかなんかいい色に、ね、はい、変化しますよね、いいですよね、うん、で、違う形にはなるんですけれども、これなんかは、はい、黒でもすごい光沢がすごい強く出てる、はい、なんていうかポリッシュした靴みたいな、あ、に近いですねこのツヤ感が、確かに、はい、非常に、ブライドレザー自体がもともとバグに使われているレザーでして、はいはい、ブライドルっていうのが馬の頭部に使うはい、パーツの総称というふうに言われてまして、はいはい、なんで馬に使われてたかというと、やっぱり強度がすごく高くて、あ、はい、でレザーを作る段階で蜜蝋とか牛脂をこう、はい、しっかりこう入れ込みますので、はい、そうすることですごい強度が上がってるっていうところで、なめしがこうベジタブルタンニンなめしっていう植物性の、はい、なめしをしてますので、はい、一般的にクロムとベジタブルタンニンって、はい、大きく分けて2個あるんですけど、はい、ベジタブルタンニンの方がこう皮らしい変化をしてくれるなめし方で、さらにこう油分が多いので、はい、よりこう変化が生まれるっていうのがブライドレザーの、特徴としてございますね、はい、あとは今見ていただいていた、ネイビーがちょっとすみません、カバンが、はい、そんなに包んでるのがないんですけど、ちょっとこのここまでエイジングしてないんですけど、こういうクラッチのモデルですとか、逆にすごいエイジングしてるのですと、このお財布なんかはかなり使い込んでますので、はい、ネイビーっていいですよね、いいですよね、これも意外とよく見るとエイジングで若干こう色味がそれぞれ違いますね、はい、違いが出るお色になっております、はい、楽しい、はい、オリジナルのこのカラーと、はいはい、あとはこれオーダーとかでできるような、そうなんですよ、これちょっとオーダーの、はい、サンプル、レザー装置になってまして、うん、ちょっとカバンではなくて申し訳ないんですけども、これがオーダーのちょっとイメージしやすいものかなと思いまして、はい、まずメインのレザーを選んでいただいて、はい、で次にサブレザーといいますか、はい、2色目のそうです、はい、選んでいただいて、でその後に、ステッチのカラー、はい、を選んでいただき、で最後にこのロゴですね、通常はこの素押しになっておりまして、はい、あとはこういった形でシルバーのものなども、はい、選べるようになっております、はい、じゃあ例えばこれ、例えば黒と、はい、例えばグレーとか、そうですね、そういう組み合わせみたいなのができるんですか。あ、そうです、そうです、はい、なのでレザースワッチを今みたいにこう当てていただきつつ、はい、で、こういうのでちょっとステッチの色味なんかも、はい、見ていただいて、カバンではなかなかないんですね、この例えばツートンで使ってるようなものとか、そうですね、ちょっと今、ね、製品のサンプルがないんですけど、代わりに、はい、今ウェブ上で、はい、簡単にこう色を変えてイメージするっていうのはできますので、はい、ちょっとお持ちさせていただきます、はい、お待たせいたしました、はい、グレンロイヤルを開くとですね、こちらにパーソナルオーダーというのが、これでオーダーがもうできちゃう、そうなんですよ、これで、まずレザー A というのが、メインのレザーになりますので、はい、ちょっと仮で変更させていただいて、例えば
シガーにするとこのもう画面が今、はい、切り替わっております。あ、本当だ、シガーになるんですね、はい、うん、でレザー B をちょっと分かりやすくホールドなんかするとこう横で横が、ね、はい、ステッチですね。で、ロゴですね。例えばちょっと今ないシルバーにすると、はい、あ、こういった形 で、はい、でここでこう切り替えながら、はい、全体像やサイドや、まあ、ロゴのイメージとかを、はい、あ、これは分かりやすいですね、はい、こんな形で、はい、オーダーはしていただけるようになって、はい、どうですか、オーダーだと、まあ、納期とかちょっと価格のところ変わっていくんですけど、でもね 30% プラスでここまでできるっていうのもちょっと魅力ですね、はい、うん、そうですよね、ちょっと惹かれますね、うんうん、ちなみになんですけど、はい、パーソナルオーダーに関しましては、うん、あのバック以外にも、ええ、あの人気品番であれば、はい、オーダーがちょっとできるようになっておりまして、はい、何かあれですかね、バック以外ってお話ね、小物とかね、ああ小物、はい、はい、まあ、財布とか、はいはい、長財布が割と一つあると、うんうんうん、はい、これでいろいろこう、はい、いじりながらこう、はい、シミュレーションをしていただけるような、うん、はい、これ納期はやっぱり3ヶ月とか、あ、そうなんですよ、おっしゃるように、はいはい、3ヶ月かかりますね、はい、あのカバンに関してもお下がり、カバンも、あ、そうですか、はい、そうなんですよ、そうですか、小物はじゃあその、はい、ネットのオーダーをちょっといろいろと、はい、ちょっと検索してピックして、はい、ありがとうございます、カバンはねちょっと、はい、もうちょっと、はい、早めに手に入れたいなっていう感じがあるので、はい、まあでもこのネイビーとかすごく、はい、うんうん、とっても気になる色なんで、ありがとうございます、はい、よかった、曽山さん、ぜひあの、はい、お持ちいただいて、お鏡でちょっとね合わせて、はい、合わせていただければと思いますので、はい、よろしければ後ろの方にお鏡ございますので、はい、どうぞ、はい、あ、いいですね、うんうんうん、この一枚革のこういうブライドルっていうのはね、はい、なかなか最近本当に少ないっていうか、あ、おっしゃる通りですね、はい、もう今あの既製品でバッグのコレクションをこれだけ多分やってるメーカーさんって本当に多分少なくなってきてますよね。そうですか、デジタブルタンニンなめしやるやっぱりタンナーさん自体も減ってきてるようで、やっぱり設備がないですとか、はい、あの作るのにすごく時間がかかりますので、そういうのでやっぱり作れるタンナーさんも減ってきていて、でブライドなんかも当然減ってきますので、はい、それを使うメーカーさんも減ってきているというような背景がありますよね、非常に、うん、いいですね、希少な感じですけども本当にですね、やっぱり長く使っていけるっていう、そうですよね、はい、これだと ブルーとかもあったんですか、あ、そうですね、ダークブルーございますので、はい、今お持ちさせていただきます、はい、すいません、お待たせいたしました、こちらがダークブルーのお色になります、はい、いいですね、はい、やっぱりね、はい、お預かりいたします、はい、なんかブルーもね、非常に使い勝手のいい色になってきたというか、うんうん、はい、はい、ちょっと気になってたんですね、うん、今日お召しの、まあ、血のぐらいのお色の水ベージュですとか、はい、まあ、あと夏場、まあ、夏場というか春夏のシーズンですと、まあ、ホワイトデニムですとか、そういったものでこう、ね、持った時の色味のバランスなんかすごくこの、うん、いいですね、はい、ダークブルーの色、さっき大きいのでブルーも、はい、ございます、ありましたこちらになります、はい、ありがとうございます、あ、いいですね、この大容量の感じが非常に、はい、反町さんぐらいご身長あると、全然このサイズも違和感ないですねそうですか、はい、いいですね、うんうん、ちょっとブルーが気になってたんで今回はこの技法でこのブルー、うんうん、はい、決めちゃおうかなと、 ありがとうございますそうしましたら、あのお渡しの前にですね、ご希望であれば、はい、あの磨きもさせていただいておりまして、
どうしてもあのブライドレザーですので、はい、最初にブルームと呼ばれる、はい、あの蜜蝋とか牛脂がこう浮き出てくるものがありますので、はい、それを、まあ、磨かせていただくっていう形になるんですが、磨きはしてもよろしいですか？あ、ぜひお願いします。 ありがとうございます。じゃあ一度ちょっとお預かりさせていただきまして、はい、ちょっとあちらで、はい、あの磨きさせていただきますので、はい、すいません失礼します。ちょっと磨かせていただきます。はい、はい、いやもうどういうシチュエーションでも大体使えちゃうんで、うん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 、非常に便利で、はい、丈夫で、はい、非常にいいですよね。これもあのすみませんお持ちのブラックとタンと同様、ええ、はい、ぜひ20年近く使っていただければ、ね、いや本当に使えちゃうんですよね、はい、春夏の方がタンが多いとか、うん、はい、なんかそういう色の季節によって色の使い分けとかもあったりするんですか？まああとまあ普通の色に合わせて使い分けたり、はい、なるほど、まああれですね、靴とベルトみたいな感覚のあれに近いのかなと思うんですけど、ね、確かにそうですよね、あとあれですね、はい、僕長年使ってますけど手入れっていうのは、はい、なんだろう、ブライドルレザー用の、はい、まあ、オイルなのかローションみたいなやつで磨くような感じでやってるだけなんですけども、はいはい、そんな感じなんですか、はい、一応グレンロエルであのおすすめさせていただいている、うん、まあ、お手入れの手順っていうのはありますので、はい、あ、そうなんですか。もしよろしければ簡単にメンテナンスの仕方ご紹介させていただければ、はい、あ、そうですか、はい、僕のでできますか？じゃあ中身をちょっと出して、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとこちらでお預かりさせていただいて、ブラシはまあ理想で言うと2本あると、はい、よろしいかなと、はい、であとはグレンロエル専用で出しているこうケア用のワックスというのがありますので、はい、ワックス最初にちょっと汚れを拭く用のクロスと、はい、最後に余ったこのワックスを拭き取るようなクロスっていうような形になっております。で流れとしましてはまずあのホコリを落とす作業から始めますので、はい、まあ、それで表面 の, あの汚れですとか尻とかホコリっていうのを軽くこう払ってあげるといいますか、はい、全体をまず払いますと、はいはい、でそうしましたらクロスでこれはあのお湯なんかで、はい、あのつけて固く絞ったクロスで、はい、いいんですけど、ちょっと今日あれなのであのこのちょっとだけこれ水分が、はい、水分ですね、はい、出てくるのでちょっと湿らしたぐらいで、うん、表面のこう汚れをこれで軽くこう拭き取ってあげるっていう作業が次にあります、はい、これで一通りついてるこう、はい、汚れを拭き、はい、ね、はい、取っております。でここまで来たら次にあのワックスこの栄養を補給してあげる、はいはい、結構このワックスが伸びてくれるので、はい、まあ、ちょっと指につけていただいて、はい、それであの伸ばしていただくと、はい、良いかと思います、はい、入れていくとこう染み込んでいく感覚っていうのがおそらくあると思いますので、はい、入らなくなるとちょっとこう表面に浮いてくるような感じが、はい、ありますので、それでその感じが指の方がちょっと分かりやすいので、まあ、指でやっていただくと、ね、あのより良いかなっていうところですかね。あのなんかだんだんこの、はい、非常に柔軟になってくるっていう、はい、この皮の性質はすごく面白いですよね。確かにそうですね、本当に1枚の皮でこんだけ変わってくるっていうのは、はい、あのなんか表情が非常にあってね、いいですよね、うん、本当に皮ならではの変化が楽しめますよね、ブライドルは。そうですね、でここからさらにあのブラッシングでさらにこう入れ込む作業がありますので、はい、あ、はい、まあ、できれば最初にホコリを落としたのと、はい、あのこのワックスを染み込ませるのを分けられるというより、はい、あのいいかなと思いますので、はい、でじゃあブラッシング、はい、終わりまして、はい、で、はい、ブラシでだいぶ中に染み込ませてはいるんですけど、はい、若干やっぱり表面に残る、部分もありますので、はい、最後にそれだけちょっと軽く拭き取るっていう、はい、
ほんのり薄く残ってもいいぐらい、はい、優しく余分なものだけ本当に拭き取ってしまうイメージで、はい、拭いていただければと思います。じゃあすみません、こちらで、はい、一応その一通り、はい、終えた形になりますので、はい、はいはい、あ、なんかいいですね、うん、はい、すみません、お待たせいたしました、はい、古松さんのその黒のエージングがすごく綺麗なので、はい、ええ、もう一色のタンの方もすごい気になります。あ、そうですか、今どんな状態なんだろうこのネイビーの方もこれから楽しみな、あ、ぜひぜひ、ありがとうございます。で、お出口までお送りさせていただきます。はい、今日もお忙しいところお越しいただきありがとうございます。どうも、こちらこそ。ぜひまたお待ちしておりますので、はい、はい、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます、はい、いいのが買いました。ぜひ使い込んでいただければと思いますので、はい、失礼します。失礼します。あまりネットの買い物を僕はまあほとんどしたことがないので、はい、まあ、特にああいうオーダーがあることはびっくりしましたね。まあ、特に自分の使うものとかを買うときは本当に実際のものを見て触れて買うのがやっぱり一番、そうやって触って選ぶ楽しさっていうのもありますし、まあ今だからネットで買っても自分で少し見てみて返品聞いたりもするっていう世界もありますけども、まあどうしてもなんか僕なんかはお店に出向いて、いろいろ説明を聞きながら、まあちょっと触れてみてっていう、そういった買い物の方が多いですかね。二子玉川の高島屋さんで、なんか1階のどっかのスペースかなに、ウィンドウに飾ってあったのを見たのが初めてで、それで多分その時即購入したんですよね。で、1つ目確かこのタンの方から買ったと思うんですけども、でもしかしたら黒の方は僕通販なんかネットでなんかすごくこのタンが気に入ったので色違いで黒欲しいなと思う、後に黒を多分通販で購入したような気思い出しました。はい、まあ、なんて究極の普通さというか、このデザインがなんかこうそんなにこう主張しないんだけど、とってもこう作りがいいような感じに見えて、はい、でやっぱり使い込んだら本当に全くその作りの良さに驚くほどの、はい、ものがありましたね。乱暴ですけども、まあ何でも投げ込んで移動できちゃうっていうか、そういう部分が非常に、まあ僕なんかはそういう方がとっても合ってるっていうかたまに買い物もどっかでしちゃって、まあその時に袋とかはもらわないでいいですって言ってこの中に一緒に詰め込んで持ち帰ったりもできちゃうし、そういう部分すごく好きなバッグですね。まあメイドインイングランドとか、まあメイドインスコットランドとか UK とかっていうのは、まあ、まあ信頼の証じゃないですけども、職人さんのその技術高さっていうのがやっぱり古い時代から同じようにこう作られてきてるっていう部分で非常に信頼がおける。あとこのスコットランドで言えばですね、やっぱり、まあこの、グレンロイヤルさんの代表なんですけども、ハリス・ツイードのジャケットとか、そういったスーツのウールの素材のものとかスコットランドさんがやっぱり好きで、あとはもう有名なところではウイスキーですね、スコッチウイスキーも好きなものが多いですね。グレンロイヤルさんからご依頼いただいた前に、こちらのお店で飾っていただいてるんですけども、こういったものも描かせていただいたりです。これはそうですね、革をなめす職人さんの感じを、はい、あとはドレークスというイギリスのブランドのですね、2年前の秋冬のコレクション用に描いた、はい、イラストですね。インクと水彩です、はい、こういう
まあコーディネートをいくつか書いて、これは背景は東京の街なんですね、大体全部、銀座のバーっぽいとことかそういう感じで書いたり、まあそのシーズンシーズンでこう魅力的なものをどんどんやっぱり出てきますよね、アパレルのものっていうのは。だけどなんか僕の基準としてはこうやっぱり長く付き合いたいっていうものを、手に入れていきたいなっていうのがまず基本的にあるので、まあこの辺もそうですけど、やっぱり20年間使っててもこう、まあ、全然飽きないというか、むしろこういうふうに美しく変化してくれるのか、そういうものは本当に一番好きですね。